皆さん、こんにちは、まさでーす。って感じでね、またやっていきたいと思うんですけども。最近ね、もうだんだん暖かくなってきてね、もう2月、もう終わりで、もう3月になってきたら春なんですけども、春となったらね、まあ、体いろいろ動かしたくなる時期になると思うんですけども、という感じでね、今日の吉岡里帆ちゃん行ってみたいと思うんですけども、ドンって感じでね、今日の吉岡里帆ちゃんはね、まあ、これ、里帆採取の表紙と、そして、こっちね、今回のテーマっていうかね、こういう体を鍛えるというかね、これはボクシングで鍛えている時の、その後のね、里帆ちゃんのリフレッシュした時の感じの、パーカー姿みたいな里帆ちゃんなんですけどもね、体を鍛えるっていうので、テーマでやっていきたいと思うんですけども、体を鍛えるよろしいことなんですけども、その前にね、今日のね、また吉岡里帆ちゃん情報なんですけども、皆さんね、まだ春になったらね、京都に行く時もあると思います。吉岡里帆ちゃんはね、もちろん京都市の出身でね、それでね、京都のおすすめスポットは何ですかっていうふうにね、質問があったみたいなんですけども、そこでね、嵐山や南禅寺、そしてね、あとはね、平安神宮とかね、その周りの美術館がおすすめらしいですね。京都市立美術館とか、京都近代美術館とかね。こういうところがね、京都のおすすめポイントですよ、というふうにね、おっしゃってましたね。まあね、京都もね、まあ近い人もいるし、遠い人もいるからね、皆さんね、行けたらね、そういうところもありますよ、というふうにね、りょうちゃんもおっしゃってましたね。そしてあとはね、ブルーレイ DVD の発売、4月24日に、決まりました。主演は亀梨さんなんですけども、怪物の木こり、これのね、発売が決まったのでね、皆さんもね、まだ見てない方とかはね、まあ近々ならまだね、DVD とかレンタルとかあると思うんですけども、まだ見てない方は見たらどうでしょうかっていうお話でーす。という感じで、今回は、もうちょっとリホちゃん後ろ行ってくれるかな。こういう狭い中とやってるんですけども、こっちでね、今日はね、おじさんくるくる回ってますけども、前のね、木こりのおじさんなんですけども。それね、今回のメイン行きます。メインね、まだセリア行ってきました。セリア行ってきたらね、こういうのがありました。鍛えるというのでね、テーマで、これを買ったからね、今回のテーマにしたんでーすって感じで、ドン、ドンって感じで。こちら。まあ、景色はこれ、後ろはね、まあ、ちょっとチープっぽい、紙なんですけども、後ろね、ミニチュアトレーニングベンチ、12分の1サイズ。これがね、いつもの山田さんじゃなかったんですね。山田科学さんじゃなくてね、今度は中野さんっていうのが出てきましたね。ここが出てきてね、縦が約9、12ミリ。横が4、だいたい5ミリかな。5センチかな。で、高さが、75ミリ、7.5センチか。まあ、12分の1に合うようなサイズのね、こういうやつ。よくトレーニングセンターっていうかね、いろいろとかでいろいろ置いてますけどもね。最近やったらね、なんかチョコザップとかよく見かけますね。あっちこっちにチョコザップができてるんですけども、あれどうなんかな。あれ24時間営業ってね、治安とかね、どういう風になってるのかよくわからないんですけどもね。あと衛生面とかね、いろいろ問題っていうかね、こういうとこ注意してくださいよってあったんですけどもね。チョコザップ、僕も一回入ろうかなと思って考えたんですけどもね。ちょっと、それはチョコザップ、やめたんですけども。よいしょ。こんな感じなんですけども、まあね、取り出してみたら、まあ、これでまあ100円だからね。これと山田科学じゃなくて、これ後ろはこれね、取り外しできるのかな。これはどっちかあってもなかったもよろしいと思うんですけども、この台紙ね。いろんな周りの人たちがこんなやってるよって感じのやつなんですけど、景色でね。これはどうでもいいんですけども。問題はこれですね。このベンチプレスか。これを持ち上げる。この機械ね。まあこれは普通のこういう板にこういう風に、これが、あ、取れた。だけどこれは取り外しできるんだろう。さすがに。いきなり壊れたね。寝台の山田科学さん以外のね、中野さんっていうとこがね、また新しいって出てきたからね、これを見つけて、セリア。これもセリアだったんですよ。だからね、
こんなんあるんだなと思って。で、これね、12分の1のこのブルースリー先生を、合わせてみたらね、あ、ちょうどよろしいんじゃないですか。うん。こんなんがあったんですよ。うん。これね、セリア、キャンドゥセリア系だと思うんですけど、置いてないところと置いてるところであると思うんですけどもね。うん。それとね、同じところにあったのがこちら、ドンって感じで。うん。これもね、同じところの会社ですね。やっぱり中野さん。株式会社中野さんでね。うん。シャフトと、長さが大体、縦が、縦っていうか、この長さね。14センチで、そして、ダンベルの大きさが3センチかな、この幅が。うん、これね、この、もっと横に広げるような、もっと重りが、の、重量の大きいやつがあるかなと思ったんですけどね。予備でね。それはなかったですね。これは取り外しできるのかな。取れたけど、一応こういうね、ゴムの爪がありますけどね。うん、止める具が。そうだけどね、皆さんこれ取れ、なくなりやすいからね、気をつけてください。なんかパカパカって音になったぞ、なんか。とか言ったんか、また。またね、撮影終わった後ね、またね、探しておきたいと思うんですけども。うん。これね、これちょうど先生にこれ、持たせられるかな、これ。これね、多分ね、先生の場合は、ブルースリー先生の場合は、このままパカッとはめれる場合もできるだろうし、まあ無理にあれだったら、やっぱこう先一個外してね、で、こうやってね、通してもよろしいと思いますけどね。はまるかな ?12 分の1って書いてあるからね。うん。だからちょっとね、ちょっと太いかもしれませんね。12分の1のこの、個別差がありますからね、フィギュアでも。これちょっと入らへんかもしれんな。これ、ちょっと太いかもしれない。だけどね、こう、外してからね、やったらね、はまるかもしれませんよって感じなんですけども。ここはね、あんまり無理にやったらね、大切なフィギュアの手をとかがね、取れたりしますからね。気をつけてください。指かけたりね。ちょっとこれ硬いです、ちょっと。これね、この、ちょっと、半開きのこの手のやつにはちょっとね、ちょっと難しいですわ。多分ね、グーになってるやつが、パーツがあると思うんですよ。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、先生の、先生グッズはここにあるんですけども、これのね、これ、シャフトがちょっと太いかもしれへんな。だから先生のやつ、これね、グー。これはね、穴開いてるグーはないんですよ、これ。これに持たせようと思ったんだけどな。うまいこといかないな、これ。シャフトがない、ちょっと、スーッと通したらいけるかもしれません、ここから。慎重にね。いけた、いけた。もうちょっとで中野さんから苦情が来るところでしたね。うちはそんなものを作ってませんよ。ちゃんとしたものを作ってますよ。ってね。これはええぞ、これは。ちゃんと通る通る。ちょっとね、ちょっと強引に行かなくてもいけないところもありますけども、そんなにね、フィギュアを傷つけるとかのあんじゃないです。ちょっとコリコリコリってしたらね、自然の原理でいけると思いますよ。だけどね、あんまり無理しちゃいけないよって感じなんですけども。よいしょ。これね、セリアでね、僕も2軒ほどセリア回ったんですよ。だからね、あるところとないところがありました。だからね、ものによっては、あれなんだなと思って。よいしょ。これでね、まあ、ダンベル、バーベル上げとかでも遊びもできるしね。こういう器具で着替えてるような感じのやつもできますからね。問題はね、このね、もっと重さを、バーベルの重さを持たせようという、あれがなかったんですよね。予備の、パーツがね。でもこれやと、2個こうでもこれ同じやつがつくだけだから、あんまりね、意味がないと思うんですけども。こうしてね。ほんがーっていう風にね。よいしょ。できると思うんですけども。ちょうどこれでちょうど真ん中ぐらいかな。
それでこれをここに、あ、これ先ね、パーツのあれが取れたんですよ。ゴムパッキンみたいな、これね、気をつけてください。なんかね、ここにね、最後にちっちゃい輪っかみたいなのがあるんですよ。それで多分止めてたと思うんですけども、そのパーツがね、ちょっと消えたんですよね。行方不明だったんだったんですよね。ここね、また探しときますけども、これこうしてね、こういう風なね、トレーニングができるよっていうね、グッズでーす。はい、これね、まあ売ってるところ、売ってないところあると思うんですけども、まあ、合成ゴム、留め具ですね、書いてある。留め具はこれが、これで留めてくれてると思うんですけどもね。後ろはこれは、こういう背景のね、で、できますよってやつです。という、こういうやつがね、セリアでね、売ってました。またね、こういうのが好きな方はね、また、ゲットしたらどうでしょうかっていうお話なんですけども。見てね、今日のよしおわりごちゃをね、最後にね、お送りして終わりたいと思いまーす。はい、とてもいい。おでこを出してるりほちゃんもね、珍しいからね。こっちはりほ最初のね、表紙のりほちゃんですけども、どっちのりほちゃんもね、素敵ですね。って感じで、またね、怪物の木こりの DVD とかも、ね、楽しみにしたいと思いまーす。って感じで、またね、次の動画でまたお会いしましょう。またね、セリアとか。ダイソーとかね、いいもんあったらまだゲットしていきたいと思います。はい、最後はブルースリー先生バイバイで お別れしたいと思います。やっぱり留め具がなかったらやっぱり取れますわ、これは。留め具は気をつけましょう、なくさないようにね。どっかにあるはずやからね、まだ探しておきたいと思います。はい、では皆さん、またさようなら、バイバーイ。マサでした、ブルースリー先生。はい、バイバーイ、ありがとうございます。またねー。